北西駅は北海道なよろ恵文北西にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W50。電報略号は北。一部の上り普通列車は通過していた。1977年の北西駅と周囲約500メートル範囲の状況。左上はかな方面。ホームが小さく草に覆われているためか分かりがたい。 真ん中が丸くなったアルファベットの W の形の道路の中心を右上から細道が一直線に貫いていて、それが線路に到達したところの右にぼんやり白く3ミリメートル程度の長さで見えるのがホームの一部。細道の道路と駅の中間にある建物が待合室、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成所在地名より、当地は当初名寄市の北部にあることから北山と通称されていたが、この北の字と輝く星の二字を合わせ北西という地名となり、駅設置にあたりこの名称が用いられた。北西駅ホーム上がり口の祖先公式には1五十九年十一月一日の開業だが、新名寄市第二巻の駅上降上の遠隔によると、 昭和31年頃乗降場設置の記述があり、ホーム上がり口の祖石には昭和31年7月と刻まれており、3年ほどの歳がある。短式ホーム一面一線を有する地上駅だった。分岐器を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅だった。ホームは線路の北東側に木製のものが設置され、っかない方のスロープで施設外へ通じていた。 ホーム北側の出入り口から少し離れた位置に待合所を有した。下見板張りの木造の建物で、車内も木目が剥き出し、窓枠も木枠のままとなっていた。外側の窓の上部には、毛織の北棒と記載された赤い広告看板が掲示されていた。かつては、ホーム側から見て、待合所の左手側に、便器が取り外されていた木造の小さなトイレがあったが、 2010年までに撤去された。1日の平均上行人員は以下の通りである。1970年には12件の民家があった。廃止が決まった2020年時点で周辺に住むのは一人のみである。ありがとうございます。